宇賀宮ブラデルソン水島です。皆さんはタイドプールって聞いたことありますか？日本語で言うと潮だまりって言うんですけど、ここ沖永良部島は昔々サンゴ礁が隆起してできた島なので、周りがそのサンゴ礁リーフ岩礁に囲まれてて、その岩礁の隙間の方に、潮が引いていくと海水が溜まってプールのような状態になるんですね。でこれがタイドプールって言うんですけども、でその中は魚がたくさん泳いでたりとか、あと一緒にその中にシュノーケリングで入っていくこともできて、すごく絶景だし、アクティビティもできるっていうような状態になっているんです。で今回はその島の中のタイドプールをもう一通り回ったよっていう詳しい方に、おすすめの2カ所を、案内してもらいました。はい、で前回は前編をお送りしたんですけど、今回は、後編をお送りします。またね、全然趣が違って、前回はこの大きなタイドプールを1つあとプラス洞窟っていう感じだったんですけど、今回はもうその大小のタイドプールをたくさん見て回って、最後にこうシュノーケリングに入っていく、でさらにさらになんと温泉が出てきます。お楽しみください。では VTR どうぞ。暑いよ。こんななるんだ。なんかこの暑い中で温泉入りたくないけど、でも思いっきり気持ち切り替えると、すげえ新しい世界見えそうですね。温泉ね。ちょっと後でやってみよう。いやでも気持ちいいよ。だから海入ってちょっと体が冷えた後に、はい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 。あと後で僕は頭にタオル乗せてお風呂気分で入ってみます。いいね。取るよそれ。お願いします。ん？何？魚いっぱいいるんですけど。はい。一人目が一番見れるんですよ。なるほどね。近づくとさーっと消えるんだ。これもサンゴ礁なんだろうけども。なんか宇宙生物みたいな感じやな。もうすでになんか月面状態ですね。ねえ。昔ベトナムの海ダイビングした時に、なんか知らない惑星来たなみたいな。これが道、潮が満ちてたらあそこまでずっと海っていうのがもうすごい話。そう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 。すごい、完全に呼吸してるやん。めっちゃ呼吸してるやん。えらいことですよこれ。おーおー、一見見たら水溜まりみたいなのに、めちゃめちゃ深いんですよ。これ人の足つかないですよね。絶対つかないです。だって深いところは10メートルぐらいあったりして。え、そんな深いんすか。ありますよ、ここより全然深いと思います。はぁ、全部浸食で。おぉ、大家さんの友達溺れたって言ってよ。いいですか。もう死にそうなったって。そっか、これわーって上がってるのも言えば潮の流れがドゥワーッと来てドゥワーッと行ってるんだね。そう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 、押し寄せて引いてっていう。じゃあこれ潜ったらもう潮の流れでこうギョンっていかれるわけ。持ってかれる可能性もあるからちょっと怖いんです。もうちょっと広いところで入ります、まあ、見る分には面白いですね。あそこもしこうやって何リーフ伝いじゃないといけない土地とかだったらすごく楽しいですね。なんかドラクエとかファイナルファンタジーのそういうとこありそう。あ、そうね。ここはもう完全に閉じてますよね。いや、繋がってて。下で繋がってて。下か。あと上ももうちょっとしたら入ってくる。はぁ。ここは、まあ繋がってると言っても、上があんまり入ってこないから今の時間帯、まあ、潮の流れがそんなに影響しなくて、そうそうそう、魚たちがずっと留まってる。うん。で、こういう小魚にとっては安全な場所ではあるんで、うんうんうん、大きな魚が入ってこれないから。こう下の方で繋がってるんですね。うん、もう一回。おー、面白いよね。面白い、うん、水族館以上です ね、 いいね、この水の流れ、本物だからね。水の流れがなかったら知れないですからね。なんか繋がってる、ね、おー、綺麗にプールしてますね。うん、
然プールね。あ、やっぱまあ気持ちいいですね。気持ちいい。もう暑くなった体が。え、シュノーケルやらないですか。言います。シュールですね。さっきシュールでした。あ、そうでした。同じ場所にいるのに見てる世界全く違うじゃないですか。本当おっしゃる通り。なんか夢見てる人を見る感じ。そうか。まあ結構ロマンチックに言いすぎましたけど。なんかやるのと見るのは全然違うんですよね。うん。だからアクティビティってすごいいいな。確かにね。じゃあここで。あったかい。お湯加減どうですか。いや、まあまあまあ、ぬるま湯ですけど。ぬるま湯。あ、だけど、うん、あったかいっていうのは全然感じるくらいだから。あ、ちょうどこの暑い夏には、うん、グッドな。なるほど、うん、人工の岩とか置いてるじゃないですか。あ、めちゃくちゃ出来のいい露天風呂に入ってる。そうだよ ね、 この露天風呂最高だね。まあ、富士壺とかあるけど、うん。ああ、いい絵だ。あったかいとこと冷たいとこがこう交わり合っててめっちゃ気持ちいい。あ、いい顔だ、しかも。あ、魚泳いでるし。魚、温泉で魚泳いでる。魚と一緒にお風呂入ってる。そんなんできるとこないですよ。最高な贅沢だね、これ。うん、ありえないわ。これいいわ。これまあ、ちょっとまあ別に今でもいいし今度でもいいけど試してみてください。何が？あったかいのと冷たいのがブワーってきてて、うん、めちゃくちゃ気持ちいい。ああ、なるほどね。いや、俺結構経験してるから。いつもと、シュノーケリングもできる、温泉にも入れる、そんな楽しみ方ができるタイドプールでありました。じゃあまあ次回は、多分僕が島に来て一人暮らしを始める時の話かな。それをあの動画にして公開したいなと思います。ではでは、今後ともごひいきに。こういう時なんて言えばいいんやろ。チャンネル登録よろしく。